はじめまして、おはようございます。不明です。ロードします。脱出。さてと、よいしょ。何してたっけ。あ、手に持ったままなんだ、あれ。ってことはこっちかな。このウインチならコンテナを引っ張れそうだね。これをここに取り付けて、そしてこっちにもウインチを取り付けて、これなら大丈夫そうだね。よし、行くぞ。これでもう脱出できる？やった、うまくいったね。ん？え、どうしたの？どうやら完全にウィンチが壊れてしまったみたいだね。もうコンテナは動かせたんだ。どうせもう使わねえだろ。確かにそうだけど、あれはなんだろう。コンテナの下に何か落ちてたみたいだね。炭材？端材か。何かの端材みたいだね。薄い板みたいなものね。何かに使えるかな。とにかくコンテナは動かせたな。あとはゴミの入ったカゴを動かすだけだね。これどうやって動かすの？よし、コンテナは動かしたし、このカゴを動かそうぜ。うわー、くそ、なんだよ、このカゴもめっちゃ重いじゃねえか。さっきのウィンチはもう壊れちゃって動かないし。カゴの中のゴミを出せば少しは軽くなるじゃない？でも、カゴには鍵がかかってるみたいだね。どこかで鍵を探してきた方が良さそうだね。これか。丈夫な木の端材だな。どこかに挟んだりできるのか？挟む？ねえ、とりあえず持っていくか。ここクリアしたんだっけ。で、あとここもやった。ここ、これ、え、あとどこいじってんの。あ、これか。取ってね。これとか使えないよね、まさか。だよね。あれでしょ？ワインオープナーも使えなかったよね。なんかあった。何かの模様みたいだな。数字と図形が書いてあるようだね。これは何か隠されていそうだよ。これが多分これを解くためのヒントなんだろうけども。増える、減る、マイナス1123。わからん。でだ、他に何かある？角材。他に何かある？分別表の通りに入れるとちゃんと回収されたね。ゴ
ミはちゃんと分別して捨てようね。え、ほっか、え？まさかとは思うけど、これで開いたりはしないよね。だよね。うん。やっぱ端材かな。また何かアイテム見落としてる？もう地面何もないよね。代わりになるもの。これとこれが合わさるわけではないよ。え、ま？この2つを組み合わせれば。そんなに小さかったのそれ。ワインオープナーに端材を刺したものだよ。いや、なんだ？コンテナ？さっきのコンテナをわざわざどかしたときに見つけたものだからさ、どかしてそこにあって気になるものといったら結構大きなものかと思っていたんだ。私はこんな小さなものだったみたい。で、あ、これを、なるほど。何か回すものの代わりにできそうだよ。なるほどね。ワインオープナーに端材を刺したものだよ。ワインオープナーに端材を刺した。逆じゃない？端材にワインオープナーを刺したんじゃないのこれ。何か回すものの代わりにできそうだよ。これじゃろ、これじゃろ。このオープナーならこの穴にはまりそうだね。それ、取り付けられるのか？ほら、ぴったり。マジかよ。物は使いようってことよね。でもこれで、ロッカーの取っ手を回せるようになったね。ギギギ。ん？なんだ？ああ、戻っちゃった。回す回数が決まってるみたいだな。回した回数も考えながら回しましょう。え？今1回しか回してないよね。間違っていたみたいだね。え？どういうこと？6回かな。で、これ自体をタッチすると1回でリセットって感じか。はい、わかりました。でだ、
00にすればいいってことか、多分。で、増える、減る。マイナス 1? おお、頭使わずに終わったんだけどこれでダメだったらちょっと表を見て考えようと思ったんだけど終わりました。あ、これはいい感じだね。中には鍵だけか。鍵、小さめの鍵だね。どこに使うものなのかな。でも鍵なら大事なものが開けられそうだな。また行こうぜ。調べ。これじゃない、これじゃない、こっち。これはどこかの鍵みたいだね。これをここ。この倉庫はこの鍵で開きそうだね。おっしゃ、ビンゴだな。それじゃ中身を出して動かせるようにしましょう。もう次来た人が荒らされてるって思うよね、いろいろと。これなら動かせそうだな。ダストの下に動かそうぜ。おう、動かしたのはいいけど、どうやって上に登るの？え、登れないの？これそんなに高いか？隣からなんとか登れそうな気もするんだけど。これぐらい簡単に登れるだろ。ちょっと難しいかな。私もね。こんなの軽く登れるだろ。何か足場にあるものを持ってきた方が良さそうだ。足場にあるもの。あれ、前回もそんな感じの誤字じゃなかったっけ。足場ね。これ足場、これ、あ、そうだ、このゴミ箱を使えばカゴの上に上がれるんじゃない。確かに金属製で乗って大丈夫そうだな。ゴミバケツ。それじゃあゴミ箱を足場にしてカゴに上がってみよう。丈夫なバケツだね。これなら上に乗っても大丈夫そう。ここ。じゃあこれをここに置いてっと。これは足場にしてっと。よかった、ちゃんと外に通じてるみたいだよ。先に私が出るよ。キャッ。穴を抜けたワカルはお尻から地面に着地した。あ、入ったった。でもなんとか出られた。ゴミ臭くない外の空気を吸い込み、ほっと胸をなで下ろす。ちょっと押さないでよトビ君。だったら早く行けって。これ以上ゴミの匂い嗅ぎたくねえんだよ。言い争う声とゴンゴンと鉄板を叩くような音が穴の向こうから聞こえてくる。そんな無理やり。あっ、お、詰まった。で、出られねえ。嘘でしょ。
静かになったので見上げてみると、トビと博士の首が穴から生えていた。そういう状態？何やってんの？前にも後ろにも動けねえ。だからやめてって言ったのに。声が震え、今にも涙がこぼれそうになる。バカ、泣くなって。迫り来る涙と鼻水にトビは焦り、必死に離れようとするが、やはり動けない。おい、わかる。ちょっと助けてくれ。そっちから押してもらえば、なんとか元に。あ、薄汚れた白い布。視界の端に一瞬だけ映った人影に、わかるは釘付けになった。わかる？聞いてんのか？おーい。今のって。お尻の痛みも忘れ、立ち上がる。で、おい、ちょ、どこ行くんだよ。まだ、間に合うかも。トビの声を無視して、わかるは公民館を飛び出していった。飛び出したのって公民館なんだ。見失っちゃったか。立ち止まり、がっくりとうなだれる。乱れた呼吸を整えながら道の先を見渡すが、やはりあの少女の姿はなかった。悔しいな。あの少女ずいぶん早いよな足。わかるは小さくため息をついて、来た道を戻ろうと振り返り、ここで遭遇？そこにいた少女の姿に凍りついた。何が起きたのか理解できず、わかるは恐怖のあまり後ずさった。追いかけてたんじゃないの？どうして？腰が抜け、逃げ出すこともできないわかるを、その少女はただじっと見つめ続けた。声が出せないとかなのかね。しばらく固まっていたわかるだったが、ふと一向に近づいてこない少女に違和感を覚えた。話しかけてくるわけでもなく、時たまちらちらと視線をそらしては戻す。その表情は戸惑っているような、何かに迷っているようなものに見えた。もしかして何かを伝えたがっているのではないか。そんな直感がわかるの中の時間をゆっくりと動かし始める。あなたは誰？気づけばわかるの口からそんな質問がこぼれていた。どうしてあのお化け団地に、あと学校にもいたの？あなたの目的は何なの？わかるは勢いを上げ、次々と質問を投げ始める。しかし少女は苦しそうに口をパクパクさせ、諦めたようにうつむいてしまう。どういうことだろう。恐ろしい相手だと思っていたが、襲いかかってくるわけでもない。さらなる違和感にすっと冷静さを取り戻し、わかるは改めて少女を見直してみた。ボロボロの服に血色の悪い顔、そして包帯だらけの体。よく見ると包帯の下の毛が痛そうで、わかるは小さく声を上げた。その毛が大丈夫？先ほどまで怖がっていたことも忘れ、少女に駆け寄り心配そうに言う。少女ははっと驚いた顔をし後ずさるが、やがて少しだけ表情を和らげた。少女はキョロキョロと周りをうかがうように首を振り、ゆっくりとわかるに歩み寄る。そしてわかるのポケットからはみ出していた紙を指さした。これがどうかしたの？わかるが紙を開いてみせると、少女は指でゆっくりとなぞり出した。気をつけて。
ウサギ。え？驚き、顔を上げる。その意味を確認するため、わかるはもう一度質問をしようとするが、おーい。聞き覚えのある無駄に大きな声に少女はパッと離れていってしまった。やっと見つけたぞこいつ。俺らを置き去りにしやがって。あそこから抜け出すのめちゃくちゃ大変だったんだぞ。やっと追いついた。あ待って。二人に気づいた少女は、ワカルの精神も虚しく逃げ出してしまった。へえ、俺に恐れをなして逃げたか。その様子になぜか勝ち誇る飛び。げ、もう五時かよ。嘘だろ。しかし続けて鳴り出したサイレンの音に、ガクリと崩れ落ちた。ねえ、ワカルちゃん。あの子と何か話してたの？話してたというか、あれを会話と言っていいのか、わかるにもよくわからなかった。はあ？なんだよ、はっきりしねえな。わかるは少女の走り去った後を見つめ、ぐるぐると考えていた。なぜあの表を指さしたのか、何を伝えようとしていたのか。うさぎ、それはあの占い盤を初めて使った時に出た言葉だ。それを指し警告してきたのは果たして偶然なのだろうか。気をつけてか。しかしさっきまでの様子を見る限り、あの少女が化け物だとも思えない。おい、聞いてんのか。え、あ、うん、大丈夫？心ここにあらずといったワカルの顔を、トビと博士は覗き込む。おいおい、まさかお前まで乗り移られちまったんじゃないだろうな。違うよ。私はただ。首を振り否定する。しかし後に続く言葉は出てこない。結局今日はほとんど収穫なしってことかな。逃げられちまったしな。だが、分かったことが一つだけあるぜ。俺を見て逃げやがったってことは、あいつは俺が怖いってことだ。つまり、こっちが怖がる必要なんてないってことだ。やっつけられる相手なんだよ。だから、明日は朝からみんなであいつを探し出そうぜ。探し出そうぜ。選択肢、誘いに乗るのがセキルト。そうだね。え、ワカルちゃんまで。やっつけるはともかく、もう一度会って確かめたいの。あの子が本当は何なのかって。よし、それじゃ決まりだな。明日こそはあいつを追い詰めるぞ。それで全部解決だと言わんばかりに豪快に笑うトビ。いや、それはいくらなんでも。ってことで今日は解散な。帰ろうぜ。待ってよトビくん。わかるはもう一度少女の去っていった方向に視線を向ける。目をつぶり頭を振るが、胸に残ったモヤモヤは消えない。やがて諦めたように小さく息をつくと、二人を追いかけ、帰路に着いた。どうしたの、わかる。何かあったの？いつもは寝る直前まで元気いっぱいで困るぐらいのわかるがうつむき、何かに悩んでいるのだ。娘の頭を撫でながら、わかるの母は内心、雪でも降るのではなどと思っていた。ひでえな。
ないことばっかりなんだ。何が本当のことなのかとか、どうしたらいいんだろうとか。わかるはぐるぐると渦巻く疑問や不安感を言葉にすることができず、弱々しくつぶやく。どんな時でも疑問に思ったら、まずはまっすぐにぶつかってみる。わからないと決めつけるのではなく、とにかく何でもやってみる。いつも母に言われ、実践してきたわかるの芯にある心構え。それでは通用しないのではないかと、心が折れそうになっていた。そうね。そんな曖昧な悩みに、わかるの母は一瞬考え、答えた。確かにいろんなことが重なって、目の前のことですらわからなくなる時もあるわ。どこを見ても、調べても、何も見えなくなってしまった時。そんな時はね、いっそのこと目をつぶっちゃうの。え？どうして？どうせ見えないなら、目をつぶったって同じでしょ？そうかもだけど、それって、諦めちゃうってこと？いいえ、そうじゃないわ。目を閉じて、考えるのを一旦やめて、静かに心を落ち着かせる。そして、もう一度、すっきりとした気持ちで向き合うの。そうすれば、さっきまで見えなかったもの、信じられなかったことも変わって感じられる。隠されていた真実が、その顔をひょっこりと出してくれるかもしれないわ。まだよくわかっていないのか首をひねるわかるに、母は薬と微笑んだ。わかるはどんな時に一番心が落ち着くのかな？時計の音を聞いてる時。そうね、さすがは私の娘だわ。なら、時計の音を聞きながら、ゆっくり大きく深呼吸をしてみなさい。そうすればきっと、道は開けるわ。時計の音。あ、タッチペンが落ちた。大きく深呼吸。規則正しいリズムを刻む時計と母の優しい声。心地よい音に包まれ、わかるの意識はゆっくりとまどろみの中へ落ちていく。開かない扉はない。大好きな言葉と一度だけ見せてもらった母の宝物のことを思い出しながら。急に会社員が出てきたな。いい気分だなぁっと。頭にネクタイを巻いた一人のサラリーマンがご機嫌な千鳥足で帰路についていた。何その典型的な酔っ払いは。なんだ。目の前を小さな影が横切った。こんな時間に子供？見間違いだろうか。男は目をゴシゴシとこする。今度は背後からの音に振り返り、ぼんやりと音の下方向を見つめる。なんだよ。うなり声、そして複数の気配。一気に背筋が寒くなり、男は酔いが覚めていくのを感じた。そして、うわぁ！静かな夜の街に男の絶叫が響き渡った。終わり？はい、チャプター3まで終わりましたが、時間的にちょうどいいくらいかな。次回チャプター4からやっていこうかね。ザ・トゥルースかな？真実。これね。次回ここからやっていきたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。それじゃあまた次回。Bye.